文字通り現実の問題としているのにこれを取り上げない。そして今回のこの人類に対する凶悪な生物兵器を我が国から発信する、あるいはビル・ゲイツ財団といったもののお先の王冠を立つ形でこの実施を行おうとしている。28日にも我々は立ち上がる。しかしそういった自民党諸君、覚えておきなさい。お前たちが今やってることは、昨日ニコニコ動画で党首が何をやるか葛藤したが、結局制度をこうします、ああします、こうします、日本を本当にどうするのか、口先だけで日本国民の命を守るといった人間がいたが、この人は、まあ、はっきり言う高市早苗だ、寄り町とか何か言っているが、私ははっきりこの汚い言葉で言っておく。